こんにちは、英文図スタジオです。ご視聴ありがとうございます。最近めっちゃ暑くなってきましたよね。なんかね、もう体がついていけないんですよ。本当運動不足だなと思うんですけども、この暑くなるとついていけないのは体だけじゃなくてカメラの方もね、結構こうついていけないとこがありますよね。ということで、今回はですね、ちょっと熱対策について、ちょっとアイテムをゲットしましたので、そちらのね、ちょっと検証を行っていきたいと思います。で、その対象となるカメラなんですけども、こちら、ソニーさんの α74 になります。まあ、僕がね、お気に入りで、一番よく使っているカメラなんですけども、唯一のね、まあ、泣きどころといいますか、ちょっと弱いところっていうのがですね、熱なんですよ。ちょこちょこ撮っていく分にはいいんですけども、長時間の撮影にはちょっとね、心配なところが多くてですね、まあ、過去ね、何回か使ってるんですけども、撮影してなくて待機してるだけでも、やっぱ30分、1時間ってなってくると、もう高温以上のマーク出てきちゃうんですよ。で、止まったっていうことは今のところないんですけど、もう高温マーク出てくるとヒヤヒヤしますよね。いつ止まってしまうかわからないので、ちょっとそういうカメラだと、まあ、1時間、2時間回すっていうのはちょっと不安なところがかなりありますよね。ということで、これのね、カメラだと不安だってことで今僕使ってる FX30 を別途購入して、まあ、熱にね、強いものもこうちょっと手に入れなきゃなってことで2台体制にしたんですけども、ただですね、やっぱこちらフルサイズのカメラになるので、このねちょっと雰囲気のいいようなね映像を撮るときにはなるべくフルサイズ使っていきたいなと思ってまして、この熱の対策なんかできないかなって調べたんですよ。そしたらですね、最近はその外部のファンっていうのを取り付けられるっていうものが出てまして、これ使えばね結構いけるんじゃないかなっていうことで、まあいろいろ調べたんですけども、結構ね、たくさんねレビューがあるわけじゃないんですが、効果があったっていうのがちらほら出てきてましたので、でこれ今回買ったファン、もう先お見せしちゃいますけども、こちらですね、まあ、こんな小型のファンなんですけども、メーカーがウラジンっていうメーカーですね。まあ、よくAmazonなんかでよく見かけると思うんですけども、カメラのね機材をいろいろ出しているメーカーになると思います。でこちらはですね、このカメラの後ろ、この背面のところにパコッとはめてですね、ボディを直接冷やすっていうファンになります。で、このファンもですね、これ α74 専用じゃなくて、この後ろの背面のところにですね、はめることができれば、まあ、どのカメラでも使えるようです。ちょっと Amazon の方見ますと、カメラの機種もね、ソニーだけじゃなくて、まあ、キヤノンだったり、富士フィルムだったり、まあ、他のね、カメラも使えるようで、まあ、ソニーだと代表的なのが、まあ、ZV-E1、E10、あと74ですね。あと α の 7S3 とか 7C、まあ、FX30 なんかも使えるみたいですね。まあ、ファンついてますけども、ダブルで使えるのでより冷えるのかなと思います。で実際は本当に使い方が簡単で、この背面ですね、ここがバネになってますので、グッと押し当ててはめるだけ、これで終わりですね。あとは電源入れたら、ファンを回して冷却がスタートっていう感じですね。でこちらの、まあ、ファンなんですけども、これね写真だとちょっと分かりにくいんですが、ボディはですねアルミボディでできています。まあ、アルミってね熱伝導率がいいので、こちらのねカメラの本体自体は鉄ではないんですけども、こちらにうまく熱が伝わって、まあ、放熱もねしやすいのかなっていうような、まあ、作りになってますから、まあ、しっかりしたねものです。で、まあ、内蔵のね充電式になってますので、 USB-C 端子を使って本体を充電して使うことができます。ちょっとね何分ぐらい使えるのかっていうのはまだ検証してないので、まあ、今回はね、まあ、同時にもし、分かれば一緒に後でね、お話ししたいと思うんですけども、ただ、この USB-C 充電だけではなくて、給電しながらも使えますので、こちらね外部で接続すれば、まあ、永遠にねファンを回すことができるので、まあ、環境が良ければですね、まあ、特にファンが止まってしまうんじゃないかっていう心配はしなくてもいいと思います。で使い方も簡単で、ここに電源スイッチが入っているんですけども、まあ、オンにすると、まあ、普通に画面がついているので電源が入ります。もうここにねバッテリーの残量、あとファンの強さですね、0、1、2と書いてあるんですけども、0はオフ、1が弱ですね、中が強で、ありがたいのはですね、ここカムって書いてあって下に温度が出てるんですよ。なので現在何度だっていうのがここで、まあ、あくまで目安ですけども見ることができますので、まあ、冷えているのか冷えていないのか、今何度ぐらいまで上がってしまっているのかっていうのは、まあ、目安で確認できるっていうのもすごくありがたいなと思います。ということで、
今からねちょっとセッティングをしてみてですね、まあ、こちらの α74 を使ってちょっと長時間撮影をしてみてですね、まあ、温度の変化がどのぐらいあるかっていうのと、まあ、実際止まってしまうか止まってしまわないかとか、あと温度計画がね出るのか出ないのかなどちょっとね検証していきたいと思います。で撮影していく、まあ、検証のね、設定なんですけども、一応 4K60p で撮影していきたいと思います。まあごくね一般的な設定の中では、まあ、一番負荷のかかる設定かなと思いますの でこの状態で記録をしていって、で充電はですね内蔵のバッテリーではなくて、USB で給電しながら行いたいと思います。まあ、長時間回すっていうのであればね、あの外部電源を使うっていうのはごく一般的だと思いますので、ダミーバッテリーを使うっていう方法もありますけども、あえてね、熱が一番持ちやすい USB-C で充電しながら、まあ、どうなるかっていうところで、要は一番負荷のかかったような、ね、状態での検証を行っていきたいと思います。ではね、早速今から準備の取り掛かっていきたいと思いますけども、あとどんな感じで検証していくのかっていうのはですね、1時間ぐらいをとりあえず目安でやっていきたいと思いますので、まずですねファンを取り付けない状態で1時間撮影します。その状態でスタート時と終了時どのぐらい温度の差があるのかっていうのをですね、ちょっとここに物のね温度を測れる温度計を、こちら準備しましたので、こちらを使って計測していきたいと思います。でその間にですね、まあ、温度警告なのが出たかどうかっていうのをちょっと一緒に確認していきたいと思います。でそれが終わったらしっかり冷却をしまして、今度はこのファンをですね取り付けた状態でスタートしまして、スタートの時と1時間後どのぐらい温度が変化があるのかっていうのを確認していきたいと思います。でそちらでね、まあ、温度警告なんかも出てなければですね、かなりね安心して使えるんじゃないかなと思いますので、皆さんのねこれから暑いこの夏の熱対策の一つとしてこれがどのぐらい役に立つのかっていうのの、まあ、ちょっとね参考になればと思います。もう一つ、言い忘れました。検証をもう一個やっていきたいと思うんですけども、そちらですねこちらのファンを取り付けた時のノイズですね。このファンがねいくら強力でもブン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 あの音がねノイズが入ってしまっていたら全然やっぱ使い物にならないと思いますので、そちらもですねちょっと一緒に検証をね追加してやっていきたいと思いますので、ぜひね参考にしてみてください。今ねこんな感じで窓際にカメラをセットしました。今ねまだの真夏ではないですけども、窓際はかなり暑くてですね、今ちょうど温度計あるんですけどもどうでしょうか、25度ぐらいありますということで、このあたりね、そこそこ真夏の、まあ、室内ぐらいの温度があると思いますので、ここをね使って検証していきたいと思います。でカメラね今設定して、今 4K30p にしました。 60p だとちょっとねメディアの関係上1時間以上撮れないので 4K の30p にして1時間以上回していきたいと思います。で横はねまあ、こんな感じで USB の給電もしております。なので熱がね一番持ちやすい状態になっています。ではここでですねまず温度ちょっと測りたいと思います。だいたい32、33から34度ぐらいありますね。この今何度あるかっていうこと自体は正確ではありませんので、どのぐらいの上昇率があるかっていう目安にしていただければと思います。ではまずねファンをなしの状態で回していきますので、この状態でレックスタートします。はい、今ちょうど30分ぐらい経ちました。録画見てみると32分ぐらい今経ってますね。まあ、特に高温異常は今出てないですね。まああんまりね真夏ではないので出ないのかもしれませんけども、ちょっとここでね途中経過ということで温度を測ってみたいと思います。はい、今48度、もう一回いきましょう。あ、50度近く今上がってますね。49から50って感じですかね。49、まあそのぐらいですかね。スタートした時が32度から33度ぐらいありましたので、まあ、実際ね10度以上上昇している状態です。でこれがねさらに30分撮影して、まあ、1時間ぐらい経った時に、まあ、温度が安定しているのかさらに上昇しているのかで、このね温度警告などが出る出ないみたいな感じになってくるんじゃないかなと思います。ではまたもう少し撮っていきます。で先ほどから今ですね55分ほど経っております。まあ、このままねさらに続けていきたいところなんですが、ちょっとね仮で温度を測ったらですね結構安定してきているので、まあ、2時間で、ね、3時間やったとしても、まあ、これじゃ上がらないんじゃないかなっていうちょっと僕の中の判断になります。
改めて温度を測っていきたいと思います。だいたい50度から51度ぐらい前後だと思います。先ほども、まあ、同じぐらいの温度でしたので、まあ、ほぼほぼ安定している感じですかね。ということで、1時間外気温室温ですね、だいたい25度前後の時には1時間やるとだいたい30度ぐらいが50度ぐらいになるよっていう感じですね。まあ、この50度って自体がね、結構高温だとは思います。実際手で触ってみるとですね、ずっと触ってられないぐらい熱くなってますので、まあ、カメラにはねあんまり良くはないかなと思います。では、一旦冷却をしまして、ファンをね取り付けた状態で、検証を行っていきたいと思います。はい、それでは、一旦冷却してみましたので、ファンの方を取り付けて変化を見ていきたいと思います。ではですね、温度一度もう一回測りましょう。まあ、30ちょっと曖昧ですけど、まあ、35度前後としておきましょう。ではこの状態でですねファンを取り付けて、1時間ぐらい、やって変化を見たいと思います。ではファン取り付けていきますね。ファンを取り付けて電源をオンにします。はい、すると今バッテリーがフルですね。で、012、温度が32度となっております。まあ、こちらのね温度計で見ていってもいいかもしれないですね。ではですねファンをオンにしてスタートしていきます。でファンはですねちょっとあえて、一応最強で1と2のうちの強ですね、そちらでいきたいと思います。一番冷やした状態でどのぐらいキープできるかっていうのを検証していきます。はい、今ファンを取り付けた状態で30分経過しました。ちょっと時間見てみましょう。30分ちょっと超えてますね。で温度をちょっと測っていきたいと思います。その前にこちら温度計ついてるのでこっちも見てみましょう。どうでしょう、温度変わってないですね。32度ということは、スタート時と変わってないので、まあ、かなりね冷えてると思います。つまり温度上昇ないのかなって感じですね。じゃあここでね一旦ファン止めて外して温度測ってみたいと思います。あー全然低いですね。40度いってないですもんね。ファンがなしの場合50度いってたのでかなり冷えてますね。では再びねまたファン取り付けて1時間やってみたいと思います。はい、今ちょうど1時間ほど経ちました。見えますかね、1時間今2分3分ぐらいですかね、経っております。で温度ですがどうでしょうか。こちらの、ファンについてる温度計を見ると32で安定してますね。温度上昇は全然してない感じですかね。じゃあここで、録画1回止めて温度をね最終的にもう一度測ってみたいと思います。38度。ってことは、温度ねファンをつける前と比べて、まあ、5度以上は上がってないですね。もう3度、まあ、マックス5度って見てもいいぐらいかもしれないですね。なのでほぼほぼ、かなり冷えてる状態で安定しています。ちょっと本体触ってみましょう。あ、全然さっきと違いますね。もう触ってみてもぬるいぐらい、なんかあったかいなぐらいの感じなので、かなりねファンが効いているのがよくわかります。で、バッテリーの残量なんですけども、あと一メモリとなっております。ということはですね、フルで回して、給電しながら出ない場合はだいたい1時間半ぐらいいくのかなって感じですけど、まあ、今1時間のところでだいたいもうちょっと危険区域入ってますので、まあ、1時間は連続でまあ、フル稼働できるかなと見ておいた方がいいかもしれないですね。なのであとは弱にした時にはどのぐらいかっていうところですが、まあ、それはそれでね、まあ、ちょっと減少してまた行きたいと思います。いやー結構ファンの効果ありましたよね。ファン使ってない時はやっぱり温度が15度ぐらい上がって、まあ、50度以上近くね、まあ、行ってしまってましたけども、まあ、ファンを使えばですね5度ぐらい上昇で抑えられていて、まあ、40度ぐらいでねキープしていたので、これはねかなり安心して使えるんじゃないかなと思います。
ではですね、最後にファンのノイズテストを行って終わりたいと思います。マイクを別でね用意して使ってる場合はいいと思いますけども、例えば Vlog とかですね、オンカメラで撮った音声っていうのはですね、どのぐらいファンが近くにありますから、ノイズとしてね拾ってしまうかっていうところもちょっと検証して終わりたいと思います。そちらね、ご覧いただいてそのままさよならしたいと思いますので、今日はご視聴ありがとうございました。はい、ではですね、静かな部屋に来ましたので最後にファンのノイズチェックを行いたいと思います。まずね、今この部屋自体はかなり静かなところになってますので、この状態でちょっと無音にしてみたいと思います。はい、ノイズどうでしょうか。この程度でね、使ってないときはこんな感じですね。では、ファンの方まず弱で回してみたいと思います。はい、今ですね、ファンの方をオンにしまして、0、1、2のうちの1で、やっております。どうでしょうか。僕がね、喋りながらでも、ノイズは入ってくると思うんですけども、これがね問題ないレベルであれば全然いいと思います。で、上にね、カメラのオンカメラでショットガンマイクつけてありますので、ファンのね近くにマイクがある感じですけども、基本的には指向性はね前に向いているのでそんなに拾わないはずですけども、そのあたりをね見ていきたいと思います。では少し黙ってみます。はい、どうでしょうか。僕の実際の耳ではですね、ファンが回っている音はしっかりと聞こえております。静かといえば静かですけどね。では、ファンの強さを上げて2にしてみたいと思います。はい、今ファンを2に上げました。今喋りながらですけどもノイズ増えましたでしょうか。特にノイズ除去とかねそういうものは行わずに、原因の調整だけで、状態をね聞きやすいような感じにして、ちょっとお見せしたいと思っておりますけども、どうでしょうか。では、ちょっと黙ってみたいと思います。はい、どうでしょうか。1の弱に比べて、僕のね耳で聞いても、かなりファンが回っているのがよくわかります。僕がね聞いてる感じとしてはですね、この程度であればノイズとして、入るかもしれないんですけども、十分処理できるレベルではないかなと思います。ということで、最後にね参考用にこのノイズのチェックを行ってみました。じゃあね。